マリオはどこだ、ここ。はい、ということでどうもモッティです。やっていきたいと思います。よろしくお願いします。マリオ 64DS 今日は1回のラストステージですね。はい、やっていきましょう。あ、なんか雪だるまがでかくなりましたね。なんかでかくなったっていうか、なんかあれだな、ヒップしか出ない一歩しか出ない。なんかちょっと雰囲気変わりましたよね。さあ、寒い寒いマウンテン、ちょっとここは6枚頑張って取ろう。いやー、スノースライダーがあるのか大丈夫、いけるいける大丈夫大丈夫。そんなんでね、あのね、死んじゃうようなね、やわな人間じゃないですから。もうどれだけマリオ64やってきたらと思ってるんだ。よし、行こう。もうショットが決めるから、一発でショットが決めるから。あ、いけ、あ、でもいけそうじゃない。行きよ、ショットか。はい、あー、全然距離足りねえ全然距離足りないですね。知れません、勝手にカジナ起こしといてください。よーし、行こう、レッツゴー。青ボイ早っ。あー、でもまあこの辺か。ドゥ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 、でもいけると思うな、これ。ぶっちゃけそんな難しくないと思うんだけど。しません、ショート化しませんそんなね、ショトカなんか甘えだから、マジで。あ、全然よ、あ、なんね、64の方が難しい、スライダーは。スライダーはね、明らかに、あ、まあ、コイン全部取ろうってなると、ちょっとそれ難しいのかもしれないけど、スライダー自身はね、64の方がね、難しいですね。はい。あっさり。意外とあっさりだったな。なんかこれ100枚も、もしかしたら100枚と スノースライダーでいけるかもしれない。無理かなと思ってたんだけど。よし。Here we go!やってみます。いや、あのですね、タイムアタックだと、ここの100枚コインっていうのは、スーパースライ、スノースライダーの、チャンピオンレース。チャンピオンレースと、一緒に取るのが、まあ、セオリーなんで、なんかできるかもしれない、これだったら。無理かな、諦めるか。まあ、でもが、ちょっとやってみるだけやってみたいかな。まあ、よし。まあ、とりあえず、コペンギン行きましょうか。コペンギンは、よし。掴んで、はい。あ、こんなとこにある。いや、いけるのか、いけるのか、マリオ。あ、いや、あ、ちょっと待って、場所が違う、場所が違うよ。こっちですよ。こっち行って、よしよしよし、いいぞ。あ、なんかその火使って氷壊すみたいなギミックがあるんだね。よーし、あれ、あれれ、おかしいなぁ。ペンギンちゃんがいないなぁ。点の難しさは天下一品だな。よし。じゃあ、ま、正規ルートで行きますか。あ、ね、危ない危ない。熱い熱い。あははは、なるから。ね、この辺じゃなかったっけ、正規ルートとかした。この辺だった気がする。はい、いいよ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 。ダメダメダメ。ちょ、待って。なにそれ。なんかそういうのやめて。そういうの。よしよし。ペンギンちゃんを掴んで、はい。お持ちいたしました。あ、確かにうちの子供です。こらら、いつも近くで遊びなさいって言ってるでしょ。あなたとってもいい人ですね。俺にこれを差し上げます。スタン出る位置は、あー、VC 版と初期型版のちょうど間ぐらいですかね。ですね。もうちょっと遠いですからね、確かね。はい。ほうほうほう。まあ、とりあえずいいでしょう。なんか若干グダった感はなきにしもあらずですけど。サバの味噌にーって初めて言ったら、よし、やるか。100枚チャンピオンレース。うわー、どうなるんだろうな。ちょっと、あ、てか赤コインないね、ここね。あ、てかそうだよね、あの火のやつだよね。火のやつ、あれ、こうす、あ、コイン、あ、なんかないか。ちょっと多めに取ってこうか。あ、でもどうしようかなーいやー、悩むなー。行っちゃっていいか。100枚別に取るか。でも一回ちょっとね、やってみよう。やる前に諦めるのはよろしくない。何枚か若干取り逃してるんだけど。お、やっぱね、あれだわ。ヘッスラできないわ。ヘッスラやりたいけどできないですね。あぶねえ、怖え。ちょ、あぶねえ。ほんと無慈悲なしとかやめてくれ。そしてクリボーを一匹踏むのにも結構重労働っていうね。これであれだな。あー、じゃあ待って、落ちる。あぶねえ。あ、ちょ、何それ。いやいや、落とされる。あ、ぶな、怖い。あ、そしてこうやって取って、で、赤コイン取っていきますか。え、でも1枚とか2枚でも取り逃したらアウトだよな。20だから3枚4枚ぐらい大丈夫なのか。足りないかな、そもそも足りない可能性。あ、ちょ
ッケー、さあ行くぞ、チャンピオンレース&100枚。あ、嘘、ちょっと待って待って待って、バカバカバカ、何それ、知らない知らない、それ知らない、ちょっとふざけん、いや違うの、ちょっと待って、おい、終わった終わった、じゃあやめてやめて、何これ、やめて、わかんないこの角度、わかん、じゃあその位置で話しかけられないと思わないじゃないですか、いくらなんでも。なんで横で話しかけられないんだよ、ま、真後ろ限定なんだよ、マジでずるいな。まあいいや、やお、いやでも勝てますから。いやこの辺はね、なんだかんだサクッと勝っちゃうのがモッキーだから、ね、だって別に飛ばなくていいんでしょ、飛ばなくてよくて普通に滑ったら勝てるわけだから、ね、それは何の難しさもないですよ。言いつつフラグを立てながら落ちるんでしょと思ってるでしょ、全然勝てるから、全然勝つから、平然と平然とね、ほんと落ちないでほらボールまで行って、しかもこうやってほら待ってるわけですよね、これだから面白くないモッティはこれだから面白くないですね、よう言われてるね、ゆえんですね、はい、67枚っていうね。じゃあしかもコースレコードかっつったら、コースレコードにも1枚足りないっていうね。あぶねえ、今こわこわ、今一瞬ヒヤッとした、リアルにヒヤッとしたわ。オッケーオッケーオッケー、順調順調ですね、今んとこノーミスだから今日ね、今日1回も落ちてないでしょ、だってね、氷の中の赤コイン、あちょっと変わりましたね、そう、氷の中の赤コインっていうのが何なんだろうね。はい。あ、それ掴めないんだ、そこ。マリオの向き寄るんだね。これどうすんの？これどうすんの、これ。押すのか？あっち側の方、これこっち側を押すのか？あ、違う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 、落ちる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 。え、どうすんだろう、なんかさ、ヒントみたいなのないかな、ヒントみたいなのがないのかな何今のペンギンに完全に邪魔されてしまった。え、なんか、なんだろう、松明、あの、木の棒、デクの棒が欲しい。デクの棒が欲しい。デクの棒じゃない。え、デクの棒じゃないとしたら、じゃあ何なんだろうね。氷の中の。でもなんかこの火が絶対必要ですよね。あ、じゃない。じゃない。え、どうやって持ってったらいいんだろう。したら、これか？ここに火つけて、ボフみたいな。え、なんかあるな。じゃあそしたらどっかに。ちょっと今一通りちょっと回ってみますか、せっかくだから。え、あーやば、まあ回ってみましょうか。なんだろうね。なんか今までそういう要素ってなかったじゃん。あーやば、落ちた。あ、こんにちは。ちょっと教えてください。なんかいつもの赤コインと違うんですよ。教えて。はい。思いました。はい。何ヒント教えてくれないの？ヒント教えてくれる言うたやんだって。ちょっと詐欺かよ。詐欺ですか？じゃあそしたら、あ、なんかここに箱があるから、この中になんかあるんじゃない？棒とか、アイテムみたいなのが。あ、違うね。普通にコインだね。あ、いや、これも違うと思うな。で、しかもこれに関してはどう使ったらいいか、割とリアルにわかんないよね。これはいいや、とりあえず消して、はいはいはい、まあそこにあるってことが分かったからね、まあ、次の攻略に、まあ、何か使えるでしょう、きっと。でもあれだよね、今のところめっちゃ悲しい顔してる。どうした、なんか悩みでもあんのか。ちょうどな、切羽詰まるシーズンだからな、2月3月な。もう溶けちゃったか、なんか溶けちゃった以上になんか嫌な出来事でもあったっぽいな。まあいいやちょ、わかんねえ。とりあえず、ちょっとじゃあ、お城の隠れ壁キック取るか。隠れ壁キックといえばね、こうやってこっからね、ふわふわさんを使って、こうゆっくりゆっくり降りていきながら、向こう側の足場に行くっていうのがね、子供の頃にやってた、ね、攻略方法ですよ。あ。嘘でしょ。ってなると、あ、じゃあもう割とガチでわかんないな。なんかきっと方法があるんでしょうね。うん、まあ、あれかな、もしかしたら、ヨッシーとか、まあ、あとはルイージとかワリオとか、そっちでこう攻略していく感じかもしれないですね。あ！あ！スイッチ出た！え？いや、それをやりに来たんじゃないんですよ。大砲開けに来たんですよ。でもあれって、
結局氷の中にあるから氷を使ってしなきゃいけないんじゃないの。ちょっと上がりすぎじゃね。あ、このあフライングボディアタックで氷をぶっ壊すとかそういうこと。あ、消えた。あ、でも多分火だな。感じ火ですよね。火でこう炙って倒すとか、あの溶かす感じですよね。まあなんかあるんでしょきっとその作品。まあいいや、とりあえず隠れ壁キック取って先に進もうかな。はい、このぐらいです大体。ほらね、あぶね、ギリギリだったな。だいぶ今ギリギリだったけどな。はいとか言ったか、言った割に。よし、でここまで来て、はい、1匹2匹で回って幅跳び、よーし、いいよ。なので、こっからはね、壁キックでちょちょいのジョイやで。ちょちょいのジョイやで。ちゃんとね、ここは RTA ルートで決めようぜ。よし、せーの。せーの。はい。すーはい。ちょっと待ってね。やばい、あーそう、怖え。もうなんかなこのね、反転の恐ろしさですよね。いや、ちょっと待って、入らない。よし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 、いいよいいよ。もうね、手にね力が入りすぎてる、明らかに初心者特有の何がし。でもここ結構むずくない？普通に難しいんだけど、ここ。あ、よしよし、いけた。からのフット4本分ぐらいないですか64の。太すぎるでしょ。難しくもなんともないじゃん。よしよしよし。まあいいでしょう。まあいいでしょう。じゃあちょっとな、あの氷の溶かし方がわからないかな。ちょ、まあとりあえず先進みましょうか、そしたら。あ、高くなりましたね、ここの辺もね。そうしましたら、これでまあ一通り、どこのスターも大体取れたかな。ここをもう一枚取ってなかったっけ。あ、そうだよね。ここ取ってないよね。ここだわ。じゃあ、ここの赤コインと100枚取ろう。もうゆっくり行くか。もうゆっくり堪能していくから。赤コインと100枚。よしよし。じゃあ、これで100枚と赤取って、で、それで、いよいよ地下かな。地下ルートかな。いやー、まあ、これでようやくあれだね。ちょっとまたゆっくり話ができるパートになりましたね。まあ、一応この動画、あ、どうなんだろうな、この動画アップされるタイミング。これパート5でしょ。パート5だから、あれだな、もしかしたら、党会議、終わる前だな、多分。あ、じゃあ終わったぐらい。いや、当日かもしかして。いや、わかんない。なんか多分そんぐらいだな。ちょっとね、かなりまとめ撮りしてるんで、党会議の感想とかってパート、多分、10いくつかなると思う。いや、下手したらないかもしれない。この動画中に。ないかもしれないからね。なんかそういう話とかもできたらね、きっと、東海行けなかった人とかね、まあ、東京遠いわっていう人にはいいのかなと思うんですけど。まあ、ちょっとそしたらマリオ64の魅力でも語っちゃうぞ、そしたらこの動画で。パート5だけど。今更かよって感じだけど、あ、取れない。なんかね、マリオ64ね、何が面白いかって、あのね、すごいのね。飽きないんだよね。不思議なことに。なかなかそういうゲームってないじゃないですか。やっぱいかんせんどうしてもさ、やってると、いつかこう、飽きが来たりとかさ、まあ、飽きは来ないんだけど、なんかこう、いろいろこう、準備とかに追われたりとかして、なんかその準備がだんだんこう、時間がなくなっちゃってできなくなるみたいな、よくあるじゃないですか。でも、マリオ64って、何の準備も必要もないし、だしこう、サクッとできるしね。ある程度練習しとけば、一時期。だし、もういろんなことができるじゃないですか。別にこう、スターを取るっていう、まあ、至極とかもそういう、こう、なんか、一番こう、ちゃんとしたこう、ミッションみたいなのもあるけど、別に他のいろんな遊び方もできると。コインをいくらでも取ればいいし、全部集めるとかそういうのもできるし、まあ、あとはどれだけ早くできるかっていうのもあるし、縛りプレイもいくらでもあるしっていう。もう、ほんと遊び方にキリがないんですよね。そういうところがね、マリオ64のやっぱいいところですよね。で、それがやっぱ、いつ遊んでもできるっていうところが、僕は好きですね。よし、あ、乗らなくてよかったんだけど。乗らなくてよかったんだけど。はい、
よーし、いやちょっと RTA っぽいことをしたらね、こうなりました。すいませんでした。調子乗りました。ちょっと続きね、続きいきましょうか。やっぱだからそこをね、なんかね、楽しめるのいいなっていうところを、まず僕は言いたかったんですよ。で、あとはなんだろうなぁ。とにかく、まあそこなんだよな、ほとんどは。飽きないっていうところがやっぱでかいのと、いや、これちょっとサイト撮っとこう、後で撮っとこう。あとはね、なんか雰囲気がいいよね。なんかこう、落ち込んでる時とかに、でもできるくないですか、マリオ64とかって。かわいいです。まあ、これはマリオに限ら、64に限らずですけど、全シリーズそうですけど、やっぱこう落ち込んでる時とかに、まあ、すごい暗い雰囲気のゲームとか、なんかちょっと怖いゲームとかやると、余計にこう気分が落ち込んだら、何このキノコ、ええ、何これあは何の、ちょ、わかんない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 。わかんない、わかんない、わかんない。何それいや、ちょ、わかんない。何なんかよくわかんない。よくわかんない。ちょ、わかんない。何をしたいの何をしたいのこれは。ちょ、何ができるのかちょっとよくわかんないですけど。ちょ、何わかんない。わかんない、わかんない、わかんない。わかんない、わかんない。これやると何あ、ワンナップするのあーね。ワンナップするのちょっと何が起こったのか全くわからなかったですけどね。ああ、こういう要素が追加されてる。あれですかね。ニューブラザーズになってから、こういうのができましたけどね。はい。ニューブラザーズまではこういうのなかったですけどね。でかくなって、こう木箱とか倒すみたいな。新しいこういう要素もまあ追加されていると。これ取って、ここ踏んで、じゃあ上いきますか。59枚か。とりあえずね、98枚ぐらいで、あ、これいけるもしかして。あ、いけないいけないいけないいけるよ。いける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 。あ、ここは登れますね。ここはだいぶ登れるわ。登れる。いやー、よし、登り切った。オッケーよし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 。オッケー。まあ、なんかあれだな。このゲームより面白いゲームを、見つけたいよねどこにでもあるのかこれな。あ、クリポン倒した。なんか音がチープ。すごい音がチープ。出てこいよおい。出てこないで。あ、ジャンプできるね。大砲壊せない。怖い、逆に怖い。よーし、オッケー。無駄に音がチープっていうのはまたいいですよね。よし、そんで、取って、これであと羽操作して90、あ、でもあれだな、90もいらないか。あぶれ。あー、で、これでスターゲット。何枚あればいいかな。下に20枚確保されてるんで、まあ、5枚でいいかな、そしたら。まあ、でも一応90何枚くらいまで取っとこうかな。杭の周りくるくるするの結構時間かかるんで。いやー、2枚しか取れてないんですけど。マジっすか。いやー、これで羽がむずい。あー、羽むずいよ。あ、よしよしよし、8枚取れた。これは、杭くるくるって回った方が、早いかもしれない、これ、もしかして。もしかしなくても。もしかしなくても、早いかもしれない。あと1枚、あと1枚取れば杭1個回らなくて済む。はい。あ、なんか意外とあれだね。滞空時間長いですね。よし。で、これであと3つの杭をぐるぐる回れば OK ですかね。はい。なんかダラダラ最後やっちゃったけど。まあ、順調っちゃ順調。あ、ちょ、怖えな、これ。高さあれだよ。まあ、普通に、あぶれ。マリオの位置にある高さが、コインの高さが。よし。で、あと3枚ね。1、2、3と。よーし、OK。ちなみにね、この杭はね、ワンワンの杭を回っても5枚出ますから。出ますからね。ちょ、いや、もう、あぶれ。よし。100枚コインをゲットしまして、で、ついでに赤コインのスターもゲット。よーっしゃ、これでモメ兵の戦場全部取ったね。コンプしたの初かな、あの全ステージの中で。よーし、ということで、ご覧いただきましてありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。モッティでしたー。